こんにちは、マッツーです。今回はですね、 FX3 に今マイクをつけているんですけれども、このマイクのね、マイクテストをしてみたいなと思っております。内蔵マイクとですね、こちらですね、前回も使った ECM の MS2 というマイク、これ、ね、ステレオガンマイクですね、と今つけているのが ECM の W2BT という、ワイヤレスのガン、ワイヤレスのねマイクになっています。こんな感じのね、つけている。そこに今ピンマイクでね、今声を拾っているというような状況なんですけれども、まあそれぞれ拾える雰囲気とか音とかっていうのが違ってくるので、それがどういう感じになっているのかというところをね、実際にやってみていきたいなというふうに思います。では行ってみましょう。というわけで今回はですね、先ほどのガンマイクとこちらの ECM の W2BT というもので比較をしていこうという形になっております。で、こちらがですね、カメラに挿す、ね、カメラの周のところに挿すものになっているんですが、ここにぐさっと挿して使えると。 FX3 だったらデジタルで入力ができるので、まあ、これこのまま録音とかできるということになっています。で、梱包されたときはですね、こういう形に入ったので、まあ、こういうこのアダプターみたいなのもついているので、こういうこれでね、持ち運ぶことができるのは結構便利かなという感じです。こちら側が、まあ、送信機ですね、このリモート側ですね、リモート側につけます。で、両方ともですね、マイクロ USB なんですよね。両方ともですね、マイクロ USB になっているので、はい、このマイクロ USB で充電をするという形になります。タイプ C じゃないんですよ。そこがやっぱりちょっと充電の手前にはなるかなという感じではあります。結構ソニーはね、マイクロ USB 多いんですよね、まだ。あとここにですね、マイクアウトという端子がついています。マイクアウトという端子から、ぐさっと挿してあげることで、なんか他のカメラとかでね、マイクの 3.5 ミリのね、入力とかにも対応しているという感じです。このリモート側ですね、リモートのマイク側なんですが、上にですね、内蔵のマイクと外付けのマイクを挿す場合には、外付けのマイクの挿す 3.5 ミリのジャックがあるという感じです、はい、でこれをオンにして使うという感じですね、はい。で今ですね、こんなめっちゃ離れたところにいるんですけど、このマイクね、ワイヤレスで接続しているので、多分声拾えてるんじゃないかなと思います。でこれ実は今4チャンネル入力していて、ステレオガンマイクで、音を環境を拾いながら、このマイクでワイヤレス入っているという感じですね。これ、まあ、こういうシーンそんなに多くないと思うんですけど、結構でも使えるシーン多いんじゃないかな。例えば風景を撮りながら実況で自分の声を入れるとかね、そういうシーンには結構生きるんじゃないかなという感じがしております。ただですね、デメリットとしてはやっぱりですね、このマイク、W2BT のマイクは 1.5 コマ分ぐらいの遅延がある感じです。ちょこっとだけ遅延があるので、ワイヤレスじゃない入力のガンマイクと比べると若干の遅延がある。ちょっとエコーかかっているように聞こえてしまうというところは、だから後でちょっと若干の補正をしなきゃいけないというのがちょっと面倒くさいところのかなという感じです。どうかしら、ちゃんと拾えてるのかしら、はい、という感じでございます。今ですね、内蔵マイクで撮っています。 FX3 の内蔵マイクで撮影しております。同じぐらいのボリュームで喋っているので、ちょっともしかするとピンマイクに比べると小さいかなという感じもするかもしれません。はい、続きましては ECM の MS2 という、ね、ステレオガンマイクで今撮っております。 ATT 確かね、0デシベル、今0デシベルになっていると思います。多分一番これが声拾いやすいぐらいかなと。それでもちょっとちっちゃめかなって感じではありますけど、はい、これね、10デシベルにしたらもうちょっとちっちゃくなるんですよね。こうするともうちょっとちっちゃいですね。なんか爆音でね、聞いたりとかするときはこれぐらいの方がいいのかもしれないんですけれども、はい、ちっちゃいですね。そうですね、やっぱそれこれぐらいになりますね、はい。続きましては ECM の W2BT というね、このワイヤレスのマイクの方で、テストしています。今ですね、内蔵のマイク、このね、ワイヤレス内蔵、ワイヤレスのこの送信機の方のね、内蔵マイクの方でまずテストしております。 ATT 10デシベルにして今テストしています。これはね、開封状態の初期では10デシベルにメモリが合っていたので、まあこれが多分きっとソニーさんも推奨なのかなという感じではあります。結構拾えてはいますよね、
うん、いい感じに拾えてはいるのかなと思います。はい、いつもね立ち位置同じところでから撮ってるんですが、やっぱりねこういうふうにワイヤレスで撮れてた方が、便利や便利ですね。ただ、このこいつのですね、W2BT の、まあ、デメリットとしてはですね、内蔵マイクだとモノラルになってしまうんですね。なので、ステレオの音に慣れているとモノラルちょっと物足りなく感じます。こちらのこの MS2 の音を聞いた後に、モノラルの音を聞くと結構あれってなるんですよね。はい、っていう感じです。0デシベルにするとこんな感じです。0デシベルの方がやっぱり音は大きいかなという感じですね。うん、そうですね、結構大きめですね。うん、振り切っちゃってるかなって感じです。振り切っちゃってるかな、どうかなって感じです。逆に20デシベルはやっぱり結構ちっちゃくて、今20デシベルにしました。20デシベルこんな感じです。はい、ちょっと小さいですね。結構小さい感じがしますね。はい、ECM の W2BT は内蔵マイクね、あの送信側も受信側のカメラにつけている側にもちゃんとついているので、いや2つの、ね、マイクをミックスして収録するということも一応できるということですね。なのでカメラ側と立っている側で、ミックスして録音をすることもできるというのが結構便利なところなのかなという感じですね。続きましてですね、 ECM のこちらですね、 ECM の W2BT に、マイクを挿しています。このマイクが、ECM の LV1 という、ピンマイク、ピンマイクですね、ステレオで録音できるステレオで録音できるピンマイクを挿して今ここで喋っているというような状況です。こちらはねステレオなので結構ねいい感じどうなんでしょう、これだとあんま喋ってるといい感じかどうかわからないかもしれないですけどね、はい、っていう感じで撮れるのかなと思います。違和感はやっぱないですね。同じ音を両耳で聞くよりはやっぱり若干でもね違う音をね聞けた方がなんか違和感は少なくなるのかなという感じはしますよね。はい、胸元にピンマイクこうくっつけてちっちゃいやつでね、できるっていうのは便利かな。ちょっとねこの服の下にケーブルはわさなきゃいけないとか、ね、結構ちょっとめんどくさいところはあるかもしれないですけどね。はい、現在これが、0デシベルで撮っております。はい、ただですねこのピンマイクさせるところっていうのがこの、 あの送信側、こっちの送信側にはこれちゃんとついているんですけど、受信側ですね、あのカメラ側ミックスして撮りたいとかいう時にはですね、カメラ側はあのないんですよカメラ側にはないので、はい、あなのでカメラ風防もないんですね。うん、なので結構カメラ側で撮る場合はシーンを選ぶのかなという感じはします。はい、ここはですね前回も撮ったところなんですけれども、はい、尾道のね渡船があるところを、撮っております。で実はですね現在定点で今撮ってるんですけど、あのこう離れてね喋っていて、でマイクはですね向こう側渡船が映っているあっち側をマイクガンマイクの方は拾っています。でピンマイクはこれワイヤレスなので、まあ、こんな離れても全然問題ないという感じで今撮っているという感じです。結構綺麗に音拾いますね。4ちゃん入力できるのはねかなり優秀だと思いますね。はい、という感じで4チャンネル入力ができる、4チャンネル入力ができ、さらにですねもうそろそろ船が横切ると思うんですけど、こういう環境音とかは、向こうのガンマイクに任せながら、で私が多分喋ったりとかする行為に関してはピンマイクで別のチャンネルで入力するというような形をした方が、まあ、結構拾いやすいですね。はい、あとはですねどのぐらい遠くでも拾えるのかっていうのをね簡単にちょっとテストしてみようかなと思います。
ですね、今ここで、まあ、このワイヤレスでね W2BT アナログ入力しているんですけど、今ですね 24mm のワイドターンで撮ってますね。だんだん下がっていってどこまでね、一応 200m まで OK って言われるんですけど、どれぐらいなのかなっていうのがよくわからないので、それをねちょっとテストしてみたいと思います。はい、じゃあちょっと、はい、どうですか怖いですね、怖いですね、どうでしょうか。なんか、はい、今ここら辺です、今ここら辺です。20メートルはあるんじゃないかなと思いますが、まだ大丈夫でしょうねきっとね。はい、はい、いやなんかドキドキしますね、ドキドキしますね。あのカメラ今撮られたらやばいなとか思いながらね、はい、今ここら辺です。多分ここで50メートルぐらいかなっていう感じがします。じゃあ一回戻ってですねちょっと拡大してみます。はい、さっきいた位置に今立っていますが、今カメラはですね 105mm 4.6 倍ぐらいですね。でさらにそれに高解像ズーム2倍入れているので、結構な倍率になっているのかなと思います。はい、105mm の高解像ズーム2倍の位置が今ここです。はい、多分50メートルぐらいあるんじゃないかなと思います。ここからさらに、下がってみます。怖いですね。あ、また塗線が出航しましたけど、まあ、今はねこれやってるカメラがですね 24mm105mm の、カメラレンズになるので、はい、まあ十分いい感じな、ここ多分100メートルぐらいかな、100メートル、105メートル、ね、結構遠くまで来ましたよ、結構遠くまで来ました。はい、ここまでで行ける、100メートルは軽く多分超えてると思う。100、20、30メートルぐらい。はい、ここら辺です。今ここら辺にいます。はい。声届いてますでしょうか。どうでしょうか。わかんない。怖いですね。ちょっと帰って見てみたいと思います。でもこれいいですよね。4チャンネルでステレオガンマイク入れながら、ワイヤレスでもう入力ができるっていう。この場合はねデジタル入力にならないので、ワイヤレス側3時間っていう制限はあるんですけれど、でも結構いいんじゃないかなって感じがします。さあどうでしょうか、わからないですけどね。はい、というわけでマッツーでございました。バイバイ。